さあ続いて、ロッテ対ソフトバンク、21日3対2でロッテ、22日6対0でロッテ、23日6対2でロッテ、ロッテが3連勝っていうねところになりましたけど、開幕戦のね、3連敗をね、やり返すっていうところになりましたし、ソフトバンクとしてはやり返されるっていうところになりましたけども、まあ、21日ね、3対2でロッテっていうところで、ロッテ戦は佐々木朗希ね、7回88球3安打8三振無失点と防御率 0.00、 被安打ここまで3試合投げて5本っていうね、1本1本3本っていうね、でまっすぐスライダーフォークね、どんどんストライクに投げ込んで、抑え込むっていうところでは、相手バッターがどんどん込んでよりももうそこにどんどん投げていくっていうね、形で、まあ、対応されないんだからね、それを投げていくだろうっていうね。でしかもこの試合ね、特にそうだけど、高めからのフォークっていうところが、普通高めからのフォークは長打になるんだけども、ストレートに見えてるのかどうか分かんないけど、全くホークス打線がね打てないっていうところで、まあ、三振空振りが多いっていうね。これはもしかしたら現代によみがえる水島新司さんのスカイホークじゃないのかっていうね。まあ、里中のスカイホークはね、アンダースローから投げて浮き上がって落ちてくるっていうね、里中のだけども、これ水島新司さんが予言してたこれスカイホークちゃうかっていう、もうそんなことないんだよ。上投げの人が上から落としてきたらそれホームランボールなんだよ。でもそれ全く打たれないの。だからひょっとしたら高めのストレートに見える、もしくは高めは振らないようにと思ってるから手が出ないのかもわかんないけども、これはね、もう里崎が命名しますしね、現代現実になったね、漫画家水島新司さん考案ね、千葉ロッテマリーンズに入団した里中悟のスカイホークね、現実に現るね。だからもう佐々木ホークの高めのホークはスカイホークです。これもう言ったもん勝ちです。しかもそのスカイホークは別に佐々木が作ったわけじゃないです。水島新司さんが作ったスカイホークを佐々木が伝承してるだけですね。ロッテファンの皆さん、佐々木朗希のホーク、スカイホークにしましょう。高めから来たやつだけね、低めから来たやつは違うよ。高めから来たやつはもうスカイホーク、はい、で三振連発です、はい、で22日ね、6対0でロッテっていうところで、この日ね、中10日相手のね登板っていうところで、非常にねこの開けたのがね良かったっていうところもあるし、これもね吉井采配の中で非常にグッドかなって。でこの3連戦ね、吉井さんも本当にね、移動ゲームっていうところではね、金曜日の試合っていうのもね、中村翔吾をね DH で使ったりとかね、で日曜日の試合っていうところもね、連戦続いて移動ゲームもあったっていうところでね、藤原を休ませて岡をセンターにしたりとかね、指名打者に大下入れたりっていうね、っていうところはやっぱりね、ボビーイズムっていうところが俺は少なからずあると思うんだけどもね、状態がいいし連勝してるけども、好調の選手を休ませながら怪我しないようにして、シーズンね終盤までしっかりね状態を上げてチーム全体で戦っていくっていうところでは、固定メンバーをね、限らずね、そうやって移動ゲームだったり連戦だったりしたら、調子いい状態の選手でも休ませながら他の選手も出して、その選手が頑張ったりしながら打線の好調を維持して、結果ホークスね3連勝してるっていうね、この吉井監督のこのピッチャーのね、西野宗中10日明けてのマネージメントもそうだしね、野手のねそういった中で の移動ゲームいろいろあったりしながら、休暇を与えながら他の選手にもチャンスを与えて幅広く使っていくっていう、この方針はね非常に素晴らしいと思います。っていうか俺が好きな感じ、はい、まあ、それはそう、ボビーだからね、